皆さんこんにちは。どうぞよろしくお願いします。はい、今回はですね、こちら、はい、何かわかりますか？何でしょう？はい、これは炭酸水メーカーですね。今回ドリンクメイトの炭酸水メーカーなんですけれども、まあ、これがね、新しいのが出たんですよ。なので今日はこの新しいドリンクメイトを紹介したいんですが、実際にこの後作っていったりとかもするので、最後まで楽しんでいただければなと思います。はい、ではですね、まずこちらのドリンクメイトなんですけれども、はい、今回ね、3つのポイントお話ししたいと思います。まず1つ目のポイント、はい、自分好みの炭酸水が作れるっていうのが大きなポイント。強炭酸好きな方、ちょっと微炭酸ぐらいが好きな方いらっしゃると思います。どっちが好きですか？強炭酸、ね、強炭酸が好き、ね、はい、そうですね。で、今言っていただいたように、はい、強いちょっと刺激のある炭酸水が作りたいという方は、炭酸たくさんね、ガスを入れていただいてということができるので、実際やってみたいと思いますね。はい、こちら今もうすでにボトルに水が入ってます。はい、こちらをね、セットするんですが、めっちゃ簡単で、もう差し込んで、かちゃん、これだけ。簡単ですね。めっちゃ簡単。で、次にですね、この上のダイヤルがございます。ここ、見えます？これ今4、はい、5、6っていう風に、これ炭酸の強さなんですよ。6がマックス、つまり6段階の炭酸の強さが作れるんですけれどもね、ここでね、まあ、調整していただいたらいいんですね。で、このボタンが上ありますね。押しますよ。いきます。はい。はい、できました。これだけですか？これだけ。もう自分でこうやらなくてもいいんですよ。めっちゃいいでしょ、はい、これ今強炭酸ができました。で、今度はこのように外しますね。で、ここに見えますかね、ここにちょっとこうハンドルがついてるんですけれども、ここでガス抜きの余分なガスを抜いてもらう、これで OK。 抜けました。入れます。はい、いい音ですね。炭酸いい音ですね。はい、はい、ではどうぞ。強炭酸。強炭酸、よかった。ね、まあ、こうやってね、強炭酸が好きな方は、もうレベルマックス6で作ってもらってもいいですし、お子さんとかね、もう少し弱いぐらいがいいなっていう方は、少し弱めてもらってもいいかなと。もうこのダイヤル一つでできますので。で、さらに、もうちょっと、まだ強くしたいなっていう方なんかは、さらに手動で、追加することもできます。え、押すだけですか？そう、押すだけ。ドリンクメイトの特徴まだあります。はい、水だけじゃねえぞっていうところなんですよ。はい、水以外の飲み物にも、炭酸をね、注入することができるっていうのが大きな特徴。あの、炭酸水メーカーってね、たくさん種類あるんですけれども、あの、水しかできないよっていう機種もね、たくさんあります。このドリンクメイトはそれ以外もできるので、ちょっとこれもね、見ていただきたいなと思います。ここに今入ってるの見えますよね、白い液体が入ってますけれども、まあ、みんな大好き乳酸菌飲料ですよ。乳酸菌飲料、はい、名前はちょっと伏せときますけれども、乳酸菌飲料で、こういった水以外の飲み物に入れていただくときは、このボトルに下のラインがあるんですね。ここまでにしてください。お水は上まで入れていただいて大丈夫です。で、もうあとは一緒なんですね、先ほどと。このようにセットしますね。ガチャン。ではね、またレベル6で、はい、はい、では押しみますか。はい、押させていただきます。はい、お願いします。はい、では、お、暴れてるね。暴れてる。お、できました。シュー、いい音しますね。はい、これでね、さっきの、ま、乳酸菌飲料ですよね、はい、がソーダ乳酸菌飲料になったということなんです。で、同じように先ほどとね、同じようにこのガス抜きをするんですけれども、こういったね、飲み物の場合、一気に抜いちゃうとバッて溢れてしまう可能性もあるので、少しずつ徐々に抜いていく感じですね。わかります？これ泡が上に上がってきてるの。本当ですね。では、はい、そう、泡がすごいですね。じゃあまたこちらも召し上がってください。はい、はい、いただきます。はい、泡がすごいです。泡がすごい。炭酸もすごいです。で、今ジュースやりましたね。他にもまだちょっとおすすめがあるんですよ。これなんですけれども、これ飲むお酢、今いろんな味出てますよね、はい、僕結構好きで飲むんですけれども、あ、まあ、お水で割ったりとかもするんですけれども、はい、
まあ、あの美味しいんですよ。すごく飲みやすくて。ただこれそのまま飲むと結構ね酸っぱくってもう喉うんってなるんですよ。体にすごくいいんですよ、はい、でもやっぱりちょっと毎日そのまま飲むのはきついなっていう時に、はい、やっぱ炭酸で飲むと飲みやすい。で今回用意しました。これはね、ブルーベリー今回ね用意したんでこのようにセットします。もう一緒ですね。はい、ドーン。おーすごいすごい。おお、思った以上に色変わるね。ですねガスを抜いていきます。今この部屋にもブルーベリーのいい香りが立ち込めています。はい、いい匂い。もうすでに美味しそうですね。なんかお酒みたい。美味しい。美味しいでしょ。すっごい炭酸効いてます。そうなんですよ。この炭酸のあの爽やかなね感じとこのお酢めちゃくちゃ相性がいいので、はい、あの他にもいろんな味今出てるんでもうこれぜひね楽しんでいろいろ試していただきたいなと。というところで一つ目のポイント、お好みの炭酸水が作れる。また、はい、炭酸の強さも変えられますし、いろんな飲み物に使えるというところが一つ目のポイントとなります。ではですね、はい、二つ目のポイントとなりますね。二つ目はですね、炭酸水代節約で家計をサポート。お、ということはお財布に優しいんですよ。その通りなんです。コンビニで仮に今 500ml の、はい、炭酸水買うとだいたい100円ぐらい、ね、それですよね、はい、それぐらいですよね、はい、スーパーで買うともうちょっと安かったりで、はい、70円とかそれぐらいで買えたりするんですけれども、まあでもそんなもんですよ、はい、今僕の横に置いてますこのガスボンベありますね。2つ用意したんですけれども、はい、通常ですね、こちらのモデルご購入いただくとこちら細い方のこのガスボンベがついてきます、はいはい、でこれでね、炭酸水作るとですよ、はい、なんと 500ml のペットボトル1本分炭酸水作ると約18円。18円ですか。めっちゃお得でしょ。得すぎますね。なんですよ。ただエディオンでこちらのモデルお買い上げいただくと、はい、こっちの大きい方マグナムっていうタイプのガスボンベがついてくるんです、はい、こっちで作ってもらうとなんと 500ml はい、1本分で約13円。13円、めっちゃ安い。安いですコスパ抜群なんですよ。もちろんこっちでもいいんですけれども、はい、こっちの方がいいですよね。絶対こっちがいいですよね。なのでエディオンでお買い上げいただいた方ね、こっちがついてきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。3つ目のポイント最後になりますね、はい、3つ目のポイントはですね、ボトルゴミ削減で地球に優しい。エコロジーですね。そういうことなんですよ。やっぱり僕たちの地球ですから、ね、先ほどお話ししたように、まあ、こちらね、こっちでもそうですけれども、たくさん炭酸水作れます。コンビニとかね、スーパーで買うとその都度ペットボトルのゴミが出ちゃいますよね。出ます。ね、出ないですよね。出ないです。出ないですよね、はい、ちなみにこちらの細い方のボンベね、こちらで作った場合1リッターのペットボトル、はい、500じゃないですよ、約60本分、60本分はい、作れるんですよ。こっちのマグナム、大きい方、はい、大きい方どれだけ作れるんでしょうかなんとですね、はい、約142本。142本。そうなんですよ。想像が、想像ですよ。でしょ、これね、考えてみてください。これ1本あると142本のペットボトルを削減できるんですよ。優しすぎる、環境に優しいっていうところ、これすごい今ねやっぱり大事なところなんでね、ここはしっかり押さえておいていただきたいポイントになりますね。はい、でね、ここまでこの3つのポイント見ていただきましたけれども、すで、はい、に発売しているドリンクメイト、はい、知ってる方であれば今までとあんまり変わらないんじゃないのっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないです。そうなんです。今までここまでにね、お話ししたことっていうのは、過去のモデルでも、まあ、大体できます。強度のね、強さとかっていうのは4までしかなかったりっていうのがあるんですけれども、ほとんど同じなんですが、ここからは今回のこのモデルの新しい機能っていうのをお話ししたいと思います。ではね、先ほどと同じように、また炭酸水をね、作っていきますね。はい。はい、できますね。外しました。このさっきのね、レベルとかを決めたダイヤルありますよね。 90% なってます、はい、なってます。これガスのさっきのシリンダーありましたよね、はい、ボンベね、これの残量なんですよ。
もう数字で目で分かるってことですか？そういうことなんですよ。残り 90% ですよってちゃんと教えてくれるんですよ。賢い。めっちゃ賢い。これ今までの機種にはなかったんです。今から飲むぞっていう時にちょっとってなったらちょっと嫌です嫌ですよね。テンション下がっちゃいますよね。なのでこうやってあらかじめ見れるっていうのはやっぱり大きいポイント、新しいポイントとなってますのでね、ここも注目となりますね。はい、というところでございます。どうですか？目に見えるのが良かったです。いいですよね、はい、ねえ、やっぱこの新しい機能っていうのもいいですし、まあ、最初に、ね、お話ししたこのドリンクメイトの良さっていうのもしっかりね覚えておいていただきたいなと思います。はい、こちらのね新しいドリンクメイト2022年の5月中旬頃にね発売予定となっておりますんでね、気になった方ぜひお近くのねエディオンのスタッフにお声掛けいただきたいなと思います。はい、では今回はここまでとなります。こちらのね新しいドリンクメイトをご紹介させていただきました。では、最後までご視聴ありがとうございました。